ようこそ、霊夢と、マリサの、鉄道部屋へ。さーて、今回も私が紹介していくぜ。今回は、何を紹介してくれるの？今回は、再び琴電をピックアップするぜ。おお、琴電か、いろいろあって面白い路線だよね。そうだな、今回もとっておきのを持ってきたぜ。早速、発表するから、霊夢も一緒に頼むぜ。もちろんのろん。では、今回は、これだ。わずか3駅しか運行しない列車。え、3駅って運行する意味ってあるの？琴電って比較的一区間ごとの距離って、短いわよね。そうだな。それをこれから解説していくんだぜ。では早速、今回も、ゆっくりしていってね。今回紹介する列車は、琴平線を走行するものの、長尾線の車両で運行する、高松地区後発、河原町行きだ。え？琴平線じゃないの？なんでだろ？大丈夫、解説していくんだぜ。ここからは、私個人のあくまで推測だから、一個人の意見として、聞いてほしい。OK よ。この運行の一つの仮説として、琴電の過密なダイヤが関係していると考えられる。琴電の、ラッシュの時間帯には何本もひっきりなしにダイヤが組まれていて、長尾線をはじめ、一部を共用する琴平線も合わせると、約1、2分間隔で運転されることもあるんだ。そんなに、今は、コロナ禍などの影響で少なくなったりしているみたいだが、地方鉄道で、こんなに本数が多いのは、あまり聞いたことはないよな。それゆえ、鉄道界隈では、さぬきの阪急などと、呼ばれることもある。ふむふむ。では、話を続けるぞ。この本数が多い中で、当然運用を終えた列車、つまり回送列車もダイヤに含まれる形となるんだ。もう、さっぱりよ。その回送列車として運用される列車を、回送される最寄り駅まで営業列車として運用することで、より多くの乗客の輸送を行えるわけだ。ということは、近くまで行く回送列車を営業列車として運用することで、集客を図っているのかな？その通りだぜ。ただ、あくまで仮説にしか過ぎないけどな。もう一つは、これは夜間に運行する列車に言えることなんだが、終電の回送列車を最寄りの駅まで営業列車とすることで、利用客数の向上、つまり、集客に力を入れることができるんだ。そうか、この行き先は、河原町。河原町は、琴電の交通の要衝となる、ターミナル駅よね。お、だんだんと理解できているようだな。その通りだぜ、河原町は乗り換え駅でもあって、琴電の中で一番大きい駅なんだ。琴平線をはじめ、志度線とも接続する駅で、バスターミナルもあるから、いろんなところへ行けるというので、利便性が高い。また、長尾線の回送列車の行き先は、定期点検を除いて大体は、河原町へ回送される。そのことから、長尾線の車両で運転されていると、考えられるんだ。いろんな理由がありそう。河原町駅へ回送されるから、営業列車にすることで、集客を図ることができるから、琴電には、もってこいの列車なのね。その通りだぜ。その交通の要衝となる河原町へ回送する列車を、営業列車とすることで、集客が見込めるし、これは、地域住民の声、つまり要望を聞いて利便性の向上を考えた、琴電の戦略の一つと言っても過言ではない、と思うぜ。地域住民の声を聞いて、それに合った運行やサービスを提供することで、地域の愛される鉄道って誕生するもんね。その通りだぜ。まさしく地方鉄道の鏡だよな。そう、それよ、いいこと言ったわ、マリサ。へへ、ありがとなんだぜ。さて、そろそろいい時間だから、終わろうと思うぜ。マリサ、今回もいいものだったわ、ありがとう。ありがとなんだぜ。みんなも、楽しんでいただけたかな？よかったら、チャンネル登録よろしくね。今回も長らくのご乗車、ありがとうございました。